インターネットポルノ中毒について意識を聞き、意見を聞きたいです。であ、ありますよ。てか、インターネットポルノっていうか、普通にポルノ中毒って昔からあって、あの、人間の脳ってこういう頂上刺激って言うんですけど、あの、強烈な刺激としてですね、あの、ジャンクフードだったりだとか、あとはポルノビデオとか、そういうのって、あの、頂上刺激に当たるんですよ。で、この頂上刺激って人間の脳にとってめちゃくちゃこう脳をぶっ壊すというか、依存的にさせてしまうってことが分かってるんで、あの、まあ、確かにあるでしょうし、問題にはなるでしょうねって感じですね。はい。やる気がなくなっちゃったりとか、 あとは、これはネット中毒全般で言えることですけど、あの、ドーパミン中毒になりますんで、あの、例えば、あの、普通、それ以外のことでね、なんかこう、興奮しなくなったりとか、やる気が出なくなったりとか、そういうのはあるかもしれませんね。はい。概要欄とコメント欄から D ラボとオーディオブックは無料体験できます。ぜひチェックしてみてください。それでは、バイバイ。